はい、ということで夜中の1時半です。寒い見てください、3人の血と涙の努力の結晶、これをゆうとくんに渡そうかなと。ああ寒い、あジュースでも買おうかな。じゃあ俺これで、俺これでじゃあ、あこれでっていうかさ、時間考えようで。いやもう、いやもう急用っすよこれ。何、うん、もうなんか手に持っとっと見えとくけどね。来たね久々にバトンです。いや今回もいい感じにしおれとんな。まあまあ、これ恒例なんで説明します。はい、なんでバトンを渡してるかというと、うん、55万円の MacBook Pro で、それをまあ銀次郎チャンネルのために、うん、まあ、銀さんが買いたいと。まあまあまあしょうがないね。うん、うん、まあでも俺らからしたら、いや買ってくださいよって思うじゃないですか、うん、で22万はもう確保してやる、もう自分で出すから、うん、3万円渡すけんお前ら33万まで増やしてこいと。あで合わせて55万か。うん、あそういうことか。はい、俺合わせて3人回ってきて、ゆうとくんラストです。あ俺アンカー。アンカー。ちなみに3人ともプラスです。まあなんかそんな感じやね。はい、厚み的に、まあ、まあまあまあ中身確認してくださいよ。結構入っとるね。これいくらと、まあ約22万入ってます。なんでゆうとくんのノルマは残り11万です。けどまあゆうとくんのやっぱ見せ場作るためにもみんな、あーなるほどね、あえてセーブしたみたいな。いやまあまあみんなガチでやってそうなったとけどなったとけど、ガチかよ。でもまあこんな感じになっとるけん、うん、いや3日間絵なしで11万稼げる期待値。うん、了解。もうあと説明めんどく頼むよ。あじゃあお疲れっす。もう俺眠いけん。あこっちのセリフやけん。じゃあセリフやけん。じゃあお疲れよし、またあの人が何とかしてくれるやろ。はい、じゃあ早速 MacBook Pro 企画説明します。企画はシンプルで、1週間で3万円を33万円にしろというミッションです。これにはルールが4つありまして、1つ目、店舗移動は自由。2つ目、回収した出玉はチョメダル自由。3つ目、稼働時間は各々で判断して行う。4つ目、次の人にバトンを渡すところまで撮影。これがルールとなってます。ここまでね、ゆうとくん以外3人で約22万円まで増やしてきました。残り11万、ゆうとくんなら達成できるとみんなが思っているので、しっかりここで最年長のね意地というものを見せてもらおうかなと思います。ということでゆうとくん頼みます。こっちか。はい、ということでアンカーは私ゆうとが務めていきます。今回のねこの MacBook 企画、いや久々33万。今カズヤ、クロちゃん、大輝と終わって3人ともねしっかりプラスで繋いできて、で現状がこんだけドン。はい、今こんな感じで現状しっかりね様へ浮かして繋いできてるといったところで、ラスト私ゆうとがどこまでやれるか。まあもちろんねクリア狙って頑張るんやけど、まあまずはね設定狙い、まあ5、6つ持ってバコンと出して、いや勝負していこうかなと思います。今日1日目でよ、積もってクリアするよ。 MacBook 企画ラストはゆうと、3日間頑張っていきたいと思います。ください。
このままじゃ拉致が開かねえ。必要です。さあ行こうぜベアトリス。はい、リセットをね、朝からぼちぼち打っているんですけども、今月ね、調子悪すぎて、何打っても何やっても勝つんだよね。本来なら3日間しっかりね、徹底狙いで、まあどっかでしっかり6積もって、バコンってやりたかったんやけど、まあこればっかりはね、やっぱ撮影させてもらうホールさん、状況と抽選やったりとか、まあその辺もちょっと絡んでくるんで、みんなね、いやもうハイエナよかてもう、ってなっとるかもしれんけど、でもね、スロットで勝つためにはもう、設定狙いすかったらもう、ハイエナしかないけん。まあ、ただね、2日目、3日目もあるけん。まあ、今日は早めに上がって、明日きっちり朝から積もりに行くっていうのも、まあ、いいかなと。打てる台だけ打って帰ろうかなって感じですね。もう一周、ホール見て、まあ、打てる台がないか、探していきたいと思います。どこんじょう。どこんじょう。バーレス確定よ。行くぜ。この鈴を鳴らす。はい、今日は稼働終わります。まあまず朝一抽選悪くて狙い台が取れなかった、明日積もればいいかなと、明日積もってしっかりプラスにしていこうかなと、今日は、これで終わりたいと思います。ということで1日目終了でございます。2日目ですね、やっていきたいと思うんですけども、設定狙いから入ろうかなと思ってまして、抽選の方をね受けたんですが、ドギバンと、もう一旦ね入場して狙いで空いとけばと思ったっすけど、空いてなくて、毎度のごとく抽選は悪い。こればっかりも仕方ないか。まあちょっと後積も狙いながら、まあ昨日と似たような流れになってしまうけど、第一やる台は打っていこうかなと。これ以上マイナスになったら絶対無理やけん、今日明日じゃ。しっかりプラスにしていけるように後積も狙って期待値を取っていこうかなと思います。じゃあ2日目頑張ります。はい、開店から1時間ほど、自分が狙ってた台はまだ他のお客さんが打たれてるっていう形で、ちょいちょいボールを様子見てるんですけども。もう限られたところしかね、稼働しないんで、まあなんともって感じっすね。まあね、しのごの言っとっても始まらんけん、まあしっかり、いつも通りに立ち回って、まあ、結果が出せれば、それが一番いいかなと。現状、もうこれよりはマイナスにならんように、手堅く立ち回っていこうかなと。思います。もう少しホールの方様子見に行きたいなと思います。
せ、北斗神拳とは必ず。あるね、これあるね。はい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 、ナイス。北斗神拳は無敵だ。14時を回ったところなんですが、現状まあ北斗無双のリセットと北斗かの610ゲームぐらいやったかな、打ってマイナスと参ったね。ちょっと一台飽きそうな台になってたね。すっげえこう時計ばこう気にしながら宇宙ロージちゃん乗って、でまあモンキーなんやけど、結構時間ば気にしながら宇宙おるけん、もしかしたらやめんかなとか思って、それは俺の狙い台なんよね。モンキーの第一候補なんやけど、通常時とかも結構気にしてみよったとけど、まあ、悪くなさそうやけん問答無用で突っ込もうかなとは思っとるけど、もうちょっと様子見て、まあそれでもやめそうになかったら期待値取れる台しっかり打ってって、明日に備えるしかないね。まあまたホールの様子を見に行きたいと思います。よし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 、開いたぞ、モンキー開いたぞっていうのを取るためだけにわざわざ俺は外に出てきた。じゃあ狙いのモンキー開いたんで、今からまあ推測しながらね、やっていきたいと思います。
モンキーターン。いやー、見た？見た？俺の引き。鬼引きしてやったわ、鬼引き。めちゃくちゃ出した気分にはなったんだけど、リザルトがもう5000何百枚とかなったけん。まあ実際はね、一回完走して、青島 SG を単発で終わらしただけなんやけど、まあそれでもね、しっかりプラスに返り咲きました。5枚役も今のところ24分の1か25分の1ぐらい。まあ、全然5、6の可能性もあるといったところで、3枚もプラス。あとは、勝ち分を上乗せしていくだけ。まあ、ちょっとね、時間がもったいないんで、ぶちましに戻りたいと思います。行くぞ！モンキーターン！モンキーターン！
聞いたということで2日目終わりました。やってやりましたよ。狙い台が空いたということで、まあ後相撲という形ですね。モンキーターンって言って5枚役も結局 24.8 とか間違いなく上2つはあるんじゃないかなと。ただね、そのね、モード的なもの、天国とか懲罰で当たりすぎて、全然その2周期とかで当たるかみたいなところ、モード B の示唆とか、まあそういうとこ全然見れんやったけん。まあでも状況的に間違いないんじゃないかなと。結果の方が3249枚と。いやー、頑張ったよ。1日目と合わせたら、1000枚ぐらいだったな。繋いだね。3日目、果たしてどうなるか、といったところで、2日目は上出来なんじゃないでしょうか。しっかり立ち回って、しっかり結果を残せたんじゃないかなと思います。ということで、明日3日目、頑張っていきたいと思います。はい、ということで約束の日にちになりました。メンバーはね、あそこで待ってます。どうもどうもどうも。全日程終了したようで、 MacBook、どれを買いたいか決めてます。ということで約束の例のものを。おお、ちょっと待って、めっちゃ熱くない？ちなみにゆうとくんにちゃんとゆうとくんが達成できるやろうなっていう金額で今日渡した。おや、あれ結果をしとっとは今の、まあ俺だけだね。うん、今のところ。金額分かっとったり。俺がやったらちょっとドキドキせんね。じゃあトップバッターにしてもらおうか。なるほどね。ああ、そうね。3万円がどんだけ増えたか。絶対あれやろな。気付けるやろ言ってなかったら逆に。早く数えろよ。めちゃくちゃ入ってるで、ちなみに。ガチで。
結構あれね。いっつるやろ。ちょっと数全部満冊やばっ。おらららら。さて、33万円、いってるんでしょうか。おはようございます。はい、3日目スタートでございますが、ホールに向かって稼働していくわけなんですが、よかったね、マジ昨日後積もできて、しかもちゃんと出てくれて、普段通りの自分の立ち回りをやりつつ、まあ攻めないかんとか攻めないかんし、クリアするためにはどうしても勝たない関係ね、目標の金額はあるけん、はい、まあそういった感じで本日で最後ですね。で今日は朝から設定狙い、もう設定狙いして6積もって勝って気持ちよく企画をクリアしたいなと。狙いは北斗ですね。今日は北斗一択です。はい、ということでじゃあ早速抽選の方に向かいたいと思います。なんと成長期バランス。いやー、くっそー、やれんやったね。もうちょっと頑張ってくれればな。いやー、せっかくね、無双転生バトル入れたけど、大した
結果残せず。いやもうなんならここで勝負決まっとったのにね。もったいねえなあマジで。まあ仕方ないわ。設定的な面で言うとまあしんどいかなと。通常時の、ベル比率、まあ AT 中の共通ベルと、見た感じ、まあさすがにちょっと悪すぎる。周りの状況っすね。まああんまり良さそうに見えないっていうのと、自分の狙いがあまり当たってないような気がする。まあちょっと一旦引こうかなっていう。もう絶対的にもうこっからマイナスになったらもう無理なんで、一旦引いて様子見ようかなといった感じで。北斗は一回やめます。周りの状況を確認しながら、まあ期待値ある台を打っていくっていう形にしたいと思います。はい、あれからね、まあモンキーの天国狙い、やって、今に至るわけなんですが、俺の指が甘かったというか、まあ下手くそやっただけなんやけど、まあ、シャーニーは気取り直して、もうねスカってしまった以上は天井狙い、ゾーン狙い、液体値取っていくしかないんで、ちょっとボールを見て、判断していきたいなと思います。はい、それじゃあ100秒。3万円いってるんでしょうか。23、24、25、26、27、28。いやーいやまさかね、いや隠した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 まさか、いやまさかね変質やろ。29、はい、300円。じゃあ、達成できませんでした。はい。買えません。はい。はい、じゃあ、買ったやつはみんなで分けよう。返してほしいやろ、普通に。で、返してほしいけど。いや、US さん。いや、USさん。だってさ、俺、数に言ったげんね。3万円から増やしてくださいって。そこまでがバトン企画の醍醐味やけん。言ったことをしっかり次の走者に伝えるって。じゃあ、誰が悪い？数。ええー、ちょ、待って。じゃあ、いや、まあ、とりあえず、俺のものって。え、どうすっと、これ。何に使うの？いや、それ YouTube の機材に使わない、別に。うん、変わった。変えんと。うん、機材に使うけ、そしたら。OK。いや、買うけ、買うけ、買うけ。絶対買わせよ。今回失敗でーす。